ナポ川の流路図、ナポ川の西岸、アマゾン川合流点の数キロメートル上流に位置するペルー領の村。奥に見える陸地は中スである、ナポ川はアマゾン川の支流。エクアドルにあるアンティサナ山、シンチュラワ山、コトパクシ山の火山群の麓を源流とする。全長1075キロメートル、流域面積10万518平方キロ。 平均流量は6,976流米秒。平原に出るまでに到達困難で、降水量が多く、起伏の激しい、多様な植物が密生する山岳地帯から下ってくる多くの小川と合流する。ナポ川は、エクアドルの主要な地形の一つとなっている。赤道直下のカヤンベサンの峡谷に源を発する、力強い流れの小川と、 カヤンベ山とコロンビア国境の間に源流を持つアグアリコ川が北から合流する。西からはコトパクシ山とトゥングラワ山の中間のアンデス山陸から来るクラライ川が流入する。支流のコカ川からクラライ川の河口までは倒木や緩やかに傾斜した砂州が堆積しており、雨季には氾濫を起こし川幅が非常に広がる。コカ川からアマゾン川にかけては 熱帯雨林を通り、川から見える丘はなく、貸しも沼地を除いて変化はない。アマゾン川との交流点から約 350km 上流のクラライ川まで航行可能で、おそらくはさらにそこから困難ではあるもののカヌーで遡ることができる。ありがとうございます。